我らはキタリヌは1857年にジョン・ヘンリー・ホップキンズ2世主が作詞したクリスマス・キャロルである。三人の王のキリスト礼拝、キリスト教宗教音楽上の分類では主建設、キャロルと呼ぶべきものである。ホップキンズはまたニューヨーク市専門人学校でのクリスマスページェントの一部のために歌詞と曲の両方を作詞作曲した。この歌は ホップキンズの1863年刊行のキャロル、聖火、ソングが書室である。ジョン・ホップキンズは1820年にペンシルベニア州ピッツバーグで誕生し、1891年ニューヨークのハドソンで成居した。ホップキンズは牧師であり、作家、書籍のイラストレーター、ステンドグラス窓のデザイナーでニューヨークの外で出された、教会ジャーナルの編集者であった。 ザ・ブック・オブ・ワールド・フェーマス・ミュージック・クラシカル、ポピュラーフォークバイ・ジェームズ・フルド。ありがとうございます。